スタートもジポジで、これからもジポジのとこ1本目ね。2本目がファイターがいつもと違うところで、金魚の歌ジポジ、残暑踏みポジ、願い星いつものところ、なんだっけ、あ、お祭り騒ぎ落ちサビのとこ歌いました。今日だから9曲出たんだね。ラバタンこんばんざい、こんばんざい、ライブ2本集めた。高木さんこんばんざい、リニーのみの参加だったけど楽しかったよ。楽しかった、明日も楽しい。行くの僕じゃないけど予約どうしたらいい？じゃあココちゃんの友達にしとこう。落ちサビの女王、そういうわけでもないけど今日たまたまです。明日とかやばいよ、みんな明日の方がやばいかもしれない。ドキドキが止まんねえぜ。はじめまして、あ、マリドリさん、今日の人やん。神田明神来てくれてた方やね。こんばんざい、ツイッター見たからわかるよ。こんばんざい、ありがとう来てくれて。よしぽんこんばんざい、こんばんざい、ありがとうございます。大好きなんだビータンが、ありがとう、嬉しい、キュンです。もう汗かきすぎてベタベタ今。ただいま、おかえり。 Hello, how are you today? I'm very very fine today. Yay. And you? 明日都内の二軒目行きまする、待ってまする。ビーダマくんこんばんで、こんばんで。一人のお家寂しくない？あ、全然。なんか一人暮らししてたの思い出す。なんか一人暮らし、もともと一人暮らし勢だったから、一人暮らしの時が懐かしいなってなった。え、明日も行きたくなってきた。え、本当に来てほしい、ケンケン。明日もね、私両方のライブでね、あのシンポジがある。シンポジの鬼だからね今。でも私はいいんですよ、それじゃなくて、なんか私以外の子、下の子たちが輝ける場所があるから、そこをこう見てもらいたい。どっちかもというと私も見てもらいたいし、私は私でなんか今までやってきたこととかなんか経験値があるから、まあ目を奪えるように頑張るんだけど、そうじゃなくてやっぱ隣組だからこそ立てる場所っていうのはやっぱあるから、そこでこうキラキラしてるあのメンバーを見てほしい。私はそこでなんか歌わりとかが緊張してるけど、なんか楽しそうにやってるメンバーを見てニマニマしちゃった。2人ほどですが今月行けるライブがあったらメイト予約で行ってとお願いします。ありがとう、嬉しい。今日はそう、明日は今日以上に安原はビッグイベントがあります。どっちかというと白金高輪の方は25分枠だから、まあ、曲がいっぱい詰まってて目立ってるとこもあるんだけど、レア度で言うと日本橋三井の方かな。レアレア、もう一生立たないと思う。明日立ったら立つのかな。遊びに来たよ、ありがとう。今日もすごかったみたいなので足軽ジャパンの音としては楽しみ。あ、そうだよ、あんね、足軽ジャパンの王だから。バンザイジャパン本体がイベントに参加しないと職権扱いにならないのかな。バンザイジャパン自体のイベントだと職権になります。 HK さんこんばんざい、こんばんざい。本体ってアビコンいる方？アビコン、アビコンって何？メイタのことを考えてると配信が始まるのはなんででしょうか。今回は購入分のみだったので。うん、そうだったの。楽しかった？チラリ、さくらチラリ。イヤホンミミこんばんざい。後輩を見てほしいっていうメイちゃんの姿勢が素敵。そう、見ようっていう意識をどれだけ私はこう自分に向けられるかが勝負だと思ってるので頑張ります。明日来てね、みんな。待ってます、本当にマジで待ってる。メイのことちょっとでもね気になってたりとか、好きな人は来てくれたら嬉しいな。ふちゃんこんばんざい、こんばんざい。みおちゃんこんばんは。くろもんこんばんざい。僕大丈夫、大丈夫？センスは物販ではいくらなんですか？センスは
2000円かな、あれ1500円、2000円かなだと思います。ゆうたこんばんは、ゆうたこんばんは、大丈夫、クロもこんばんで、食券になります。食券仕組みが分からなくて、なんかあの受付用紙があるから、そこでこう受付するって感じですね。都内ライブは足軽ちゃんが出番多いので、おしめいなくても楽しめる。強がり、あ強がっちゃって、あ23人分のレターセットを買ってきたよ。おーいいね、こまちゃん一人でライブね、楽しかった。何歌ったんだろう。甘酒さんこんばんで、都内組ライブはオタク的には美味しいけど、全員同じ便箋を奮闘にした。おーいいね、センス2000円です。センスは現地販売が2000円で、オンラインだと2200円になるから、じゃあ現地販売の方がちょっとだけお得です。ちょっとね、また落書きセンスそのうちやるみたいだから、欲しい方はちょっとチェックしといてね。スキルマーケット、ラルトスこんばんだい、こんばんだい、ラルトス、ラルトス、ラララララ。私はやっぱポニーテールが好きですね。スースーする首元が。タコちゃんヤッホー、明日もポニテしようかなって今日ポニテした時思ったもん。ラッパ飲み楽しかった、ラブだった、ラブです。本当に来てくれてありがとう。名前書いとかんとわからんくなるやつそう確かにね。いやナノブラックめっちゃ面白い、え最高、ありがとう。そうナノブロック私最近してたじゃないですか。そしたらナノブロックもらいましたやったね、嬉しい。先生2000円で全員のサインもらえるとか、実質ただ以上、ただ以上、確かに。顔面シャツのサインは聞いてみるね。落書きロンティの噂も聞いた。なんだそれは、そんなのあるの、もしかしたらするのかな。青汁美味しい、私この青汁めっちゃ好きでよく飲みます。パンダ作った、全然どこのポジションかわからんかったけど、え、そう明日もシンポジあるから見つけてね。今回はクレヨンしんちゃんシリーズとのナノブロックと、この人はじめまして、カビゴン。あとこれはマジ休みの日にやる、明日とか無理か、休みにやります。見てナノブロック地球儀、わすごい、これえこれもあるの、あこれも作れるってこと、えどういうこと、含まれんのかい。とりあえず地球儀は作れるってことね。なるほどね、何が入ってんだろう、地球儀となんかもろもろ入ってるみたいです。これ楽しみ、これやるのめちゃめちゃ楽しみ。シリーズものなんだ、これはちょっと時間があるときにやります。でカビゴンももうカビゴンで分かってるから、とりあえず置いといて開封をします。私はこのシリーズだと今含まれると思う、含まれんのか、このヒロシとひまわりがいて、私今ひまわりちゃんをヒロシと子供で、ヒロシの子供がひまわりちゃんで、今ミサイにとから不倫してるんですけど、めっちゃドロドロ展開なのでここでミサイが出ちゃうとちょっと修羅場になっちゃうから、私が欲しいのはカンタムロボかワニヤマさんが欲しいです。ゆきちゃんこんばんだい、こんばんだい。そしてこちらが別シリーズをいただいたんですけど、この中だと普通のクレヨンしんちゃんか、このお尻出してるやつか、なんかここがいいな、この4つのどれかだと嬉しいな。七色パラソルスタート、センスがない、なるほどね。ミサイが出るとこれは修羅場になってしまうので、出ていきます。開けるね、何でしょうか。これはいつもこうやってやってるから、いくよ、せー、なんだと思う。メイはカンタムロボがいいな、なんかワニヤマさんも可愛いんだけど、あえてなんか、いきますよ、
これでヒロシもう一個来たらやばいけど、ひまわりかクレヨンしんちゃんやったら、まあ子供が増えたっていうことでハッピーエンドです。いきます、せーの。あ、森山さんや、ワニヤマさんが出ました。よかった、修羅場回避。あ、こっち見せた、どこ見せたら、あ、修羅場回避です。ワニヤマさんが出ました。私がナノブロックばっか言うから、あ、パーツが一番少ないかも。これ簡単にできそうです。あまりにもナノブロックナノブロック言いすぎてメンバーが影響されてて面白かった。私もやりたいみたいな、かわいいと思って。じゃあ次、こちら何が出るでしょう。めいちゃんより先にツーショットになりました。あー、それはちょっと寂しいけど、私はクレヨンしんちゃんが欲しい。いきます、せーの、ドゥン。わかんな、あ、ねねちゃんのうさぎだ。ねねちゃんのうさぎが出ました。ひまわり、あ、パパ、ゆまくんこんばんだい、お疲れ様、ありがとう。ねねちゃんのうさぎ、部品的には、あ、でも部品なんでこれ一個だけ特別扱い、なんで、あ、口が書いてあるからか。でもパーツはやっぱ少なめですね。ナノブロックの神と呼んでほしくない。ストレス発散にこれを投げるの、一瞬にして壊れそう。かわいい。次いきます。アクション仮面かしんちゃんがいいな。しんちゃん出てほしい、そろそろ。いくよ、せーの、ドゥン。待って、ねねちゃんのうさぎ2人目。あ、ねねちゃんのうさぎを今、そんなにストレス溜まってるように見えてるのかな。2人目ができました。だから今ひまわりのおもちゃが増えてってるってことですね。かわち、最後なんだと思います、みんな。ブリブリザイモン来たら笑うんだが、白だったらどうしよう、めっちゃ動物。3体出たらやばい。ブリブリザイモンかも。なんだと思います、ブリブリザイモンか、シロか、クリームシンちゃんか、ねんねちゃんのうさぎ。今んとこ2体出てます。アクション仮面か、ケツダケ星人。ケツダケ星人が欲しい。だったらかわいすぎない、お尻かわいい、うまい。3体目出たら笑おうな。いや、じゃあさ、ブロック出そう。ブロックでだいたい色味でわかるから。値段のとこ注目されてた。いきますよ、しんちゃん出てほしいね。いくよ、3、2、1、ドゥン。あ、ブリブリザイモン、お前かい、お前かい。え、あ、そういうことか。ブリブリザイモンが出た。ごめんね、ひまわり、お兄ちゃんを作ってあげられなかったよ。ブリブリザイモンが出ました。よっしゃー。すごい合ってた。人間が出なかった、豚とウサギしか出なかった。ワニと豚とウサギしか出なかったけど、めっちゃオレンジてか肌色、朱色、わかんない、何色これは。じゃあワニ山さんを今日は作ろう。577、すげえ。ブリブリザイモン好き、マジ。ブリブリザイモンはなんか声がいいよね、結構いい渋い声してんだよ。主人公はどこに行ったんだろうか。めいちゃんごめんね。よい、全然だよ、また会えるとき会おうね。てってれー。私結構このね、このパズルが楽しくなってきまして、結構好きなんすよ今。ハマりそう、私ナノブロックハマりそう、めっちゃ楽しいこれ。みんなナノブロックやった方がいいと思う、超楽しいよ、マジ楽しい。なんでみんなやらないんだろうって思ってるぐらい私は今楽しくてしょうがない。パパの声優さん好きだったね、めちゃくちゃいい声だったよね。頑張ってコンプさせたいから、また今度、私マジ明石とね、リヴァイと同じ。あ、そっか、ブリブリザイモン、そっか、そうだ、めっちゃいい声やん、それ、それはいい声だ、いい声でしかない。
あ、出た出た。もうよくわからん。だいたいね、所定はね、わかんないんです私。声めっちゃ良き。コンピューターウイルスなんだよね。いや、ブリブリザイモンさ、でもさ、途中からもう全然出てこなくなっちゃったじゃんか。だからさ、なんか規制みたいなの入ったんでしょ。やっぱあんまり良くなかったのかな。ああ結構下手くそかもしれん。今日これ先に詰めとこう。パパラー、ドゥドゥドゥ。で一回のをつけます。ティ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 リッティ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 リッ。え、合ってる、合ってるのか、合ってる、合ってるの、これ本当にこれを外して合ってるんですか。ここで合ってますか。バチって言ったけど。出来上がるの何分、作り終わったら教えて。ご飯と、ちょっと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 だよそれ。出来上がる想定は、でもパーツが少ないから結構早く仕上がっちゃうと思う。ごめんね。そっか、めちゃめちゃいい声だよね、マジで。もうクレイシンちゃん会の中でマジむちゃくちゃいい声すぎて、いいなと思う。私も私の声やってほしい。言ってる意味がわからんやろうけど、やっぱ声優さんってすごいよね。なんであんなキャラクターごとにさ声変えられるのか教えてほしいもん。私もさ歌うときに結構さ、なんか声を変えようと思って歌ってるんだけど全然うまくいかないし、声優さんってほんとすごいと思う。ナノブロック慣れてきてる。推定をねどれぐらいでできるだろう。もうね、爪長くなっちゃってるからね、爪が長いんですよ私今。そのなんで切らないのとか言わないでほしいんだけど、切れないんですけど、今ジェルネイルをしてるから切れないの。でもね、ナノブロックめちゃくちゃ楽しい。俺は撤収します。今日はお話ししながら、ジェットジェットくん行こうパンチャイ、落書きキングダムには出てるよね、ブリブリザイモン。そう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 。でもなんか映画とかはたまに出るんだけど、もう普通の放送では出ない。声優さんからキャラクター押すとこある。あー、それはあるね、それはわかる。私声優さんは細谷さんと遊佐さんが好きなんですけど、マジ遊佐さんって感じ。遊佐さんの声めっちゃいいよ。ほおずきの冷徹っていうアニメのやつなんだけど、そこの白拓さんがとか、あと黒羊にも出てるんやけど、それがめちゃくちゃ好きで、たまらん、マジたまらんす、たまらんす。マジでめんね、めちゃくちゃ上手かもしれん。声押し、友達と大喜利対決してたけど負けたので慰めてください。次があるよ、頑張ろう。島田にもサンリオのナノブロック言ってあげたから全部かぶんねえかな。あのね、見たよ、あ、すごい喜んでて可愛かった、嬉しかったんやと思って、可愛いって思った。ルナも欲しいってずっと言ってて、だからよかったねって言って、で何が欲しいのって言ったら、これとこれって言ってたから、もしかしたら被るかもよこれっつって言ったら、ウケるっつってた。まあ、私がもう2個やってるからね。後半めっちゃ頭痛かった。お疲れ様。そう、御堂筋、めっちゃ首こんなになるやつ。分かる人には分かるやんね。明日会えるね、かぼちゃん。明日待ってるね。頑張って最後まで仕事してよ。お疲れ様でございます。わかるかな、御堂筋くん。わかる人わかる。首こんなにうーえーってなる子なんだけど、なんか僕はみたいな、その喋り方やんね。僕はなんとかやからみたいな。いや、わかる人わかると思う。今日会えてめちゃくちゃ嬉しかったね。ツイートでさ、めっちゃ嬉しかったって書いてくれてて、すごい嬉しかった、ありがとう。頭が痛いの気圧じゃない？あとしばらく外出てなかったりとかすると頭痛くなるよね。
コメントも流れているみたいなので集中してください。ごめんね、流れてる、ごめん、それはごめんね、めちゃくちゃごめん。あきらくん、そう、緑と同じじゃないの、それは強すぎる。わかりませんが怖い、わかりませんが怖い。いやでもね、なんか私は一時期その自粛期間で家から出られんかった時マジで頭痛かったから、なんかやっぱ外の空気をある程度こう吸わないとやっぱあんまり良くないっぽいっすよ。みーたんかわちいだよな、本当嬉しい。関西弁が好き、関西弁マジいいよね。ゆささんはマジマジで本当いいから。みーたんかわちまる、セラメントマラン。お家から出やんかったら本当に辛い。でも休みの日は平気で私は家の中にいるから。お家大好きだからね。毎日大好き、ありがとう。あー、銀ちゃんね、テニプリ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 や、テニプリ。お、テニスのお兄様。テニプリはね、全部漫画読んだけど、なんか出演者が多すぎてなんかあんまり覚えてない。残念めね、また来週って言ってる子誰だっけ、あの子、あの子かわいいよね。あの子はかわいいなって思ってる、お顔が。ナノブロック一番でかいのめっちゃ高かった。え、絶対高いと思った、って調べたもんね。あ、そのくれたやつを調べたとかじゃなくて、ナノブロックにハマっちゃったからナノブロックを調べようと思って調べたの、そしたら高くてびっくりした。ナノブロック高って思って、ナノブロック高えってなりました。ん、これまた目動くタイプじゃない、多分とそうでしょう、合ってるでしょう。私の予想は、私の予想はどう合ってる。どうしてわかるよ、弱虫ペダルの作者にサインもらった。なんで、いつ。秋葉のヨドバシは品揃えがめっちゃ良かった。あ、やっぱそういうのもあるんだね、いい悪いが。もう私今オンライン楽市楽でやるよって言われたらもうずっとナノブロックしてるかもしんない。フルムありがとう、今日コンコン。菊丸、あ、菊丸英二くん、あの子かわいいよね、あの子マジかわいい、マジかわいいとか言ってかわいい、ああいう顔好きなんすよね、なんかキュルキュルしてる顔、キャラクターがね。のどちゃんやっほー、こんばんだい、今日は楽しい方、楽しかった？ん？楽しかったかい？神谷澄と神谷澄、森久保祥太郎めっちゃいるよね、その人好きな人めちゃくちゃいる。しんちゃんのその別のシリーズ、新宿のヨドバシにはなかった。おお、アクロバティックの子、そう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 、また大石くんとね、ペア組んでる子、分かる人は分かるよね。森久保さんは誰やってる声出してたっけ、リヴァイとかは分かるけど。今日もめいちゃんかわちかった、ありがとう。ん、楽しかったよ、普段めいちゃんしか見てない分他の子のパフォーマンスいっぱい見れた。いいですね、よかった。でもめいちゃん一番出てね。菊丸ビームって高校生の時めっちゃハマって部活のテニスでやってた。あ、そうか、テニス部とかだとやっぱそれを真似するんだね、やっぱそこには至らなかったから、テニス部になろうっていうのは至らなかったんだけど。そうだね、私は
越前龍馬が、あれやるじゃないですか、英語喋る、まだまだだねっていうの英語で喋るじゃん、知ってる？最終回かどっかで。それを見て私もこの英語喋れるようになりたいと思ってこれ喋れるようになるぞとか思ってたら全然ならなかったっていうオチ。オチオチ。鹿丸、あ、鹿丸の声の人か、やべえ、旦那、旦那とか言ってマジ旦那、マジ鹿丸は旦那すぎてやばい。私の旦那です、すいません、私の我の旦那でございます。いやもう本当にね、鹿丸さんはもう天才的なので私の旦那として君臨してるわけですけども、結婚はしたくないけど鹿丸とは結婚したい。私の結婚、私の世界の中では鹿丸はねまだ未婚なので大丈夫です。何も大丈夫じゃない、何も大丈夫ないんですけど。何も大丈夫ない、わかるわよ。弱いぜみたいなとこ行こうとしてるの、キモー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 っていうやつあれのユサさんマジすごいと思う、マジユサさんって感じ。ユサさんはねほんといいんすよ、アニメの声だけじゃなくてね、ボイスとかね感情バグってたけど、いや感情バグるよね、会いたかったもん、ほんとメイだって。緊急事態宣言とはって感じだけど、もう東京めちゃめちゃ人いるし、何なんだ緊急事態宣言とは。テニプリはでもやっぱその残念無念ちゃんが好き、あとは越前龍馬のその声真似をずっとしてたっていう、私が声真似っていうかそのあの英語をやっぱさかっこよく言えたらいいじゃん。巻島、巻島巻ちゃんの声どっかで聞いてあれってなった、誰か忘れた、誰か忘れた、めいちゃんが一番だから今日ずっと感情バケてたんだけど、早く会いたくなっちゃった、もう緊急事態宣言そろそろ良いのではって思っちゃうけどね、やっぱね自粛しないとね、医療従事者の方々が頑張ってるからね、何も言えない。なんとかっしょって巻島の口癖めっちゃハマった。あ、そう、口癖とかめちゃめちゃわかる、え、それはわかる、口癖わかるわ、ちょっと理解できる。やっぱ口癖ってやっぱねあるよね、そういうの。これじゃないの、これか、永遠に目喋るよ、これはここなんだ。自転車のレース会場に総北のジャージを姿でよくいます。茨城か栃木に自転車で来てるよ。え、それはすごい。え？ねえ、ちょっとそういうこと？やってんな。やってるわめ、これ。やりました。もう説明書よく読まないから。え、すごい自転車やってんのいいよね、マジ。メイタン、メイタン、鹿丸結婚してるけど大丈夫、うん、してない、してない、あの鹿丸結婚してないんで大丈夫です。私の世界の中では鹿丸結婚してないんで安心してください。何も安心できない。早くボルト、え、ボルトってわかんない、何それ。尊いメイタン、あ、嬉しい、ありがとう手まりの旦那なのよ。ん、え、ちょっとそれ存じ上げない、私、あのみんな何やってんのかちょっとよくわかんないんだけどさ、大丈夫そうお前がなって思われてさ、お前が大丈夫かよっていうね。いや私大丈夫なんだけどさ、みんな大丈夫そう、大丈夫、なんかみんなよくわかんないこと言ってる。なんとかしようってあんま聞かん、やめだろうかな、そのなんかなんやろ、なんか好きなキャラクターとかの名前ってなんかその喋り方とかってやっぱ絶対に意識するんよ。推しメンとか流行ってる言葉とか私めっちゃ影響されるもん。遠いメイタン、遠い、尊い、あんまり聞かんやん、
メイちゃんとの会いたさは毎日緊急事態だよ。いやそう、みんな会いに来て。勝手に50カウント完了完了。東京めちゃめちゃ人いるし、サーセン東京行った人一緒だね。何のナノブロック、よくぞ聞いてくれた。これはこうなってて、これをこうか。あ？こことここか。できたー。ん？間違えたー。ちょっと、折れた。あ、やばい。ちょっとワニヤマさん、ごめん。あれ、これどこのパーツ？これは何？これは多分いちゃいけないやつ。やばいやばい。やばいやばい。ああ。出た出た。この外せないやつ。爪が長すぎて。外せ。あ、爪が割れそう、先に。あ、終わった終わった終わった丸。ピエン。あ、来た。君の中に。入れ込むよ。ナノブロック完成です。センスを振り回す人の旦那。そう違う、あ、そう、センス振り回してるから、そうそう、振り回す人の旦那、メインの旦那。これ合ってんのかな。こういうことだよね。あ、やばい、目が抜けた。あ、できたできた。今日はじゃじゃーん、ワニヤマさんの完成です。かわちー、めいちゃんはいつでも大丈夫だよ。かわいいよ。ありがとう。安心してください、履いてますよ。エネルギー80キロカロリーさん、こんばんざい。口癖はマジ影響される、マジ。ほんとなんかその英語の You still have みたいなやつ、デッドルトゥトゥトゥみたいな。緊急の脳内緊急事態でメイタンでいっぱい。それは嬉しい宣言だな。鹿丸って既婚者で子持ちじゃなかった？もしかしてあの子メイちゃん？そう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 、そう既婚者なのは私と結婚してるからね。そうそう、子持ちなのは、そうそう、私との子供なので。オッケー。 L に憧れて椅子に体育座りしてた。こうやってこうやってケーキ食べたい。ショーチーこんばんだい、こんばんだい。え、折れた、間違えた、折れた、尻尾折れた、危ね。もうちょっとでこの子体がなくなるとこだった。できた、間違えた、折れた。かわいいかわいい。レンレン、お久しぶりです。お久しぶりです。あー、破壊。まだだまだだね。英語書いたの見えてないのね。そう、なんて書いて、え、どこに書いてある、そんなの。え、どこに書いた？え、どこどこ？ないんだけど。キクちゃん、キクちゃんのコメントしか見えない。推しの配信から帰ってまいりました。お帰りなさい。弱虫ペダルサイクリングチーム、リアルの自転車レースのチームが。え、そうなの？弱ペダルのためのやつ？え、すごっ。ガチじゃん。SS です。既婚者子持ちアイドルだった。そう。ごめんね。みんなには黙っててごめんね。実は既婚者でした。しかまるって名前です。テニプリやったら藤木俊介と、なんて読むんだろう、これは人なんとかさん。かわちまる、明日名古屋でライブ初参戦するので緊張で寝れない。寝よう。寝なかったらきっと緊張で寝ちゃうから、もう一回書いて。ちょっとチョコビの子ですね、ワニヤマさんが作れました。これでこんな感じです。あ、また連結できそう。ヒロシの耳がちょうどいいんだよね、多分。ほら、押したり言うし、押したりさん、ロードレースの監督も。え、そうなの、マジ。かわちいよ、かわちい、ありがとう。
ハリーヤッホーこんばんで、オールスタリー有志氷堤のメガネ、あーなるほどね、氷堤氷堤氷堤、懐かしい。 こんにちは、やばい足つった、もうお風呂入りたい、もうお風呂入りたいよ、べちゃべちゃや今日汗で、もう汗がすごい今日。You still have lost my lost more to work on. You still have lost more to work on. まだまだだね。お前がなっつってね。いや今日も今日とってナノブロック楽しかった。いやこれ一日一個作るのがいいわ。ちょうどいい。ちょうどよきみちゃんだね。なんか台座作れるほどなんかあんまなかったです。今日は台座は断念して、かわちいの万歳ハウス末っ子がいないのか、そっか、お姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんだもんね、めお姉ちゃんだから。 You still have lots more to work on to work on がいかないね。 You still have lots more to work onジュリアも長女だし、メは次女だけど弟がいるからね。で、アイちゃんも長女だし、今日も東京ライブいろいろと取りこぼしました。明日もたくさん取りこぼしますね。そうよハリー、東京おいで。ナノブロック買った、ポケモンのやつ、あ、みんなナノブロックの虜になってて、かわち、私も今日ね買ってくださったのよ、そのプレゼントでもらって、ポケモン一人いる、カビゴン、カベゴン、あとでっかい地球儀作れることになりました。楽しみだね。どこだったらはめられるんだ、あ、同じ高さなんだ、やっぱ一個上にしないと、台座作らないと一緒になれない。こうやってしてたら、こうやってさくっつけてく、あ、やばい、目が外れちゃった、あ、目が外れちゃった。ハウスでの末っ子ははるちゃん、そう、はあゆが一番末っ子です。あの家の中だとゼニガメにした、同じ種類のやつ、おお、いいね、それはいいね、いすごい楽しい、これやっぱみんなやってほしい、ナノブロック超楽しいから、私はすごく楽しいです。名古屋までが限界、あー来週待ってるね。じゃあ渡辺先生もシクロクロスというレースに出たりしてます。あ、もともとレーサーの方が書いてるってことか、それすげえ。完成間際に歩みがつまずく可能性、でもブロックだから多少つまずいてバーンってなってもなんかあんまり問題はない気がする。明日は白金高輪セレネ B2 さんからの日本橋三井ホールさんでライブです。会いに来てくれますか？待っておりますね。マジで。明日早いの、朝が。だから今日早く寝ようと思って。この後もすぐにね、私はお風呂に入っちゃうから。見とけ。あとね、衣装をね、洗濯したい。汗だくになっちゃった。なんでなんか洗濯込みでね。お米と書道のささ様にお米字を書いてもらいたい。あ、めっちゃ細かいやつや、こういうやつ、マジこれぐらいのさ、鶴作るっていう人いるよね。目今絶対作れない、爪が長いから、お米すら持てないかもしれない。って顔する。お時間ある人は会いに来てほしいなってワニヤマさんが言ってる。会いに来てくれないとワニヤマさんがピエンになるの。やばい、目が壊れそう。ほらワニヤマさん泣いちゃう、ピエンって言ってる。明日来てくれなかったワニヤマさんピエンだからね。こうやってどっちかというと寄り目だなこれ。
これ目が動くんですよ。すごいよね。ほら、かわちくない？目動くの。下にすると涙袋めっちゃでかい女みたい。ああ尻尾と目が取れちゃった。よくこう、ああ目が取れちゃった。よく目を壊しがち。だって取れるんだもん。これはね、多分ボンドとかでくっつけながらやった方がいいのかもしれないね。こうやって遊べるのも醍醐味だから。やっぱ、あ違うな、こっちだな。うん、どっち、あやばい、まぶたを取ってしまった。こっちだ。でってでーん。目一人でただただ遊んでる。え、4つとも全部被らんかったってこと？一気に4種類じゃん。え、何出てた？え、何が出てた？めいちゃん、めいちゃん、かぼちゃん。え、何が出てたのか知りたい。教えて。レナが欲しいって言ってたの当たったのかな。ワニヤマさんかわいいな。え、結構君たちより好きかもしれない。かわいくない？歯まで入って。キティ、クロミ、マイメロ、ポムポムプリン。え、シナモ出なかったんだ。シナモが一番好きって言ってたのに。ウケだ、ウケ。今くっつけていこう作戦。シナモンは当たってなかったけどね。ポムポムプリン当たってんじゃん。いいなあ。メイも欲しいの。行ってからのなんかその命中率あんまないよね。メイ見て、足元こんな感じ。もうできた。え、結構ワニヤマさんはね、もうね、早い段階でできてた。ほら、ちょっとペットボトルがもうないので、あのこの間の画角ができないっていう。早くね。え、プロかもしれん。メモ、え、メモナノブロックのプロになれるかも、もしかしたら。おかえり。もうご飯も食べちゃったよ。なんかパンとなんかベーグルと何食べたっけ、忘れちゃった。あ、キウイとごぼうのなんか食べました。ごぼうの甘辛おつまみっていうの食べました。バンダイジャパンナノブロック部作ろう。ナノブロック部てってれー。作るの上達した。明日はねねちゃんのうさぎを作ります。お楽しみに。島にちなみにパーツが少ないので多分すぐ作れちゃうと思います。明日は。でも先にさ、一日に食べ物を400キロ食べないと気が済まない。食べ終わると眠ってしまうカビゴンちゃん。難易度3だって。5になったらどうなるの。じゃあ難易度5の子って言った。あたこちゃん、これ難易度見てない？まさか。でも楽しい、これやばい。バンダイジャパンナノブロック部結成するので、入りたい方がいたらぜひこちらまで。カビゴンは他のよりちょっと大きい。え、ちょっと早くやりたい。もうやりたいけど、これは1日1個やることが一番いいと思うから、今日はこれでおしまい。ワニヤマさんが出来上がったので。ワニヤマさんすごい簡単だった。秒だったよ。少し大きいサイズがあるから、それが難易度とか。あ、そういうこと。でも電気屋さん行ってみよう。ないけど電気屋さん近くに。ないけど行ってみるね。ちょっと探すわ。山田電機とかに売ってる？売ってないんかな。僕はネットで注文した方が早いかも。メガネデビューしたのでちっこいの辛いかも。
説明書見てまぶたが閉じそうって。頑張れレナチ。東急ハンズ、東急ハンズか。東急ハンズ行くことあるかな、新宿の時とか。メガネっ子ちゃんですって。おもちゃコーナーにある、デパートとかにある。え、ちょっと見てみるわ。ちょっとなんか気になるやつ買おうかな。バンザイジャパンナノブロック部作るわ私。エサーラメイちゃんナノブロック部です。丸いとかそこ、あ、そこら辺のおもちゃ屋さんにあるってこと。あ、それは行く。でもね、なんか行くのめんどくさく感じたら私はあれです、あのネット注文します。外しちゃった。今日はメガネの気分じゃない。目悪いけど。みーちゃんこんばんざい。明日は明日の風が吹くので皆さんライブ会いに来てね。安いから気軽に買えるよ。え、ちょっとやってみてみんなも。だからちょっと楽しいからボンド買ってこようかな。固めたい。スプレーボンドみたいなないのか。ボンドのなんかスプレーバージョン。隙間とかをさ全部埋めたくなっちゃう。よし。ゼニガメドリンク代より安い。確かに。でもこれでドリンク1本ってもっとすごいよね。ドリンクいらないから何のブロック欲しい。それはそう。え、なんか欲しい飲み物、飲みたくないやつとかさ飲みよりこれ欲しいよね。分かりみが深いんだけど。見て尻尾ちゃんとあるの。かわち。レス来たんだね的な、来たんだね的なレスを感じたのは気のせい。ちゃんと見てたよみんなのこと。あって買ってこう、買ってこうよ。ぜひぜひ。ということで今日もナノブロック配信でした。めいちゃんの方がかわちいよ。それ明日直接聞きたいんですけど。ワンドリンク飲まらんからいらん。あー、いらん人おるよな。しゃあない。それがあの会場の経費になるからね。経費とか言い方あれやけど、普段ねこうお世話になっている会場さんのねあれになるから。このあとめいちゃんはお風呂に入って寝ます。直接皆さんめいに可愛いって言いに来てください。トークポートが18日にある予定なんですけど、はい、ある予定なのでシャイなんで直接言えません。言ってよ。それは言ってよ。特報ないか伝わらない。18日を予定しております。お風呂偉い頑張る。おばあちゃんなら言える。ちょっと待って。じゃあ明日めっちゃ吹けるわ。もうこういう顔でチェキ取るね。つって、つって18やった気がするにある気がします。確か18だった気がするので、皆さんぜひトークポットもお待ちしております。はい、ということで明日のライブは白金高菜セレナ B2 さんからで11時5分からで、その後日本橋三井ホールさんでちょっと早めの時間なので皆さん来てください。全部両方とも早いんやけど、特に白金高菜の方が早いです。お昼ぐらいなので、で夜じゃなくて夕方になるのかな。間時間がだから今日みたいにないんですけど、あの私両方ともすごいいいとこもらってるんで皆さん会いに来てください。それは草草通り越して森わらわら。お風呂張り切る頑張る。頑張っておきます。頑張っておきよう。お話できるよ。そうメイタンだけやりたい。ぜひ待ってる。また分かり次第告知します。バイバイ。はい、ということで皆さん明日のライブぜひ来てください。ご予約まだまだ受付中です。はい、ということで今日も一日ありがとうございました。また明日も楽しく生きていけたらいいなと思うのでよろしくお願いします。楽しもうね。待ってるね。今日も楽しかったよ。好きありがとう。今好きだよ。集めいたんありがとう。ブラボー、お疲れ様でした。ありがとう。ということで以上、バンデジパン石川県の伝道師リーダーのエサールメイでした。もうベタベタや今日。また明日お会いしましょう。バイバイ。お疲れ様、ありがとう、なずちゃん。今日も一日ありがとう。お疲れ様でした、ふーちゃん、ありがとう。
大好き、ありがとう、バイバイ、ピースピース。